まずリーマンショックなんですけど、はい、リーマンショックがなぜ起きたかっていうと、これの一番の原因って、もちろん根本的な原因っていうのが、うん、経済のコントロールっていう、うん、闇社会の仕掛けなんですけども、はい、基本的に言うと今現在天皇家でしっかり残ってるのが北朝と山陰っていうのが一番強く残ってます、はい、でもこの県の権利権って言ったら南朝と山陰なんですよ、うん、それが実はリーマンショック以降の話なんですよ。あ、リーマンショック以降にそういう中国、はい、のイスラム教の進化っていうか、それが仕掛けられてるみたいなんです。マーケット全体のこの金融相場そのものがこれからね、調査的にはどういう予想をしていますか、その延長なんだろうなっていうところで、うん、そのまあ合間をちょっとね、一定期間の混乱期っていうのが、はい、まあ短いのか多少長くなのか分かんないけども、うん。